したら、はい、解説の方ちょっと解説してみましょうか、はい、お願いします。これも事前にアプレンティスのメンバーとかにも読んでもらったんですけど、ここの部分気に入ってる人がすごい多かったですね。あ、ここが一番多かったですか？結構ここ気に入ってる人多かったですね。なるほど。もうこの1のステップは確かにすごい使えますよね、本当に。うんうん、そうですね。まあ、ステップってなってますけど、まあ、順番はあんまり、途中の何個かはあんまり関係ないかもしれないですね。全部やらないといけないというイメージですね。で、まあ、5つの問いの答えを考えるっていうのが、その設計図を作るっていうふうなところで言われていますと。で、まあ、問いの答えを考えるってなってますけど、考えるじゃなくて調べるっていうことですね。ああ、そうですね。うん、はい、考えるのとその調べるというのが違って、でこれはよく言われるコピーライティングのリサーチのことです。リサーチと、考える、リサーチとシンク、調査と考えるは違うから、まあ、考えるとなってるんですけど、まあ、この人の本当に言いたいのは、調べるっていうんですね。そうですね。うんうん、まあ、主観を出ちゃいけないっていうのは、まあ、注意点。ここにも想像力を駆使してはいけません。淡々と事実を書きましょうと書いてますね。想像してはいけない。まあ、イメージでもなくて、リサーチということですね。っていうのがまあ 大前提というか、その注意事項としてあります。よくある間違いじゃないですか。間違いですね。特にそのマーケット詳しくなると、そういうのが陥るというか、こう、欺瞞、なんか、うん、分かってるみたいな。そうそうそう。分かってるよ。分かってる。こうでしょみたいな。このマーケットの方が分かってるからってなっちゃうんですけど、まあ、常にその誰に向かってこの商品を売るのか、誰に向かってそのセールスコピーを売るのかを考えて、でその人がどうかっていうことで書かないといけないです。そうですね。うん、特にありがちなのは、やっぱその分野について詳しくなりすぎるから、お客さんも同じぐらいの知識を持ってると思いがちなんですよ。はい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 。すごく難しい専門用語を使ってしまったりとか。してしまう。でもお客さんからしたらもう全然読んでないからっていう文字がいっぱい出てくると思うんですね。っていうのがありますと。で、問いの1、やっときましたね、問いの1。やっときました。5分の1の1の質問の問いの1。問いの1は、問題は何かですね。はい、問題は何か。問題。問題は何か。お客さんの問題。そうですね。ちょっとこれ、シェアしてもらっていいですか？読んだらいいですか？はい。インターネット内外を問わず、基本的にほとんどの商売で売られているのは問題の解決策です。ターゲット層を絞り込んだら、今度はそのターゲット層が抱えている問題で、あなたの商品かサービスで解決できる問題を見つけ出します。問題とはコピーライティング用語でいう 3P のことです。すなわち、ペイン、過去悩み、プロブレム、問題、プレディケなんて言うんですか？英語力があるんですけど、苦境ですね。苦境です。苦境そうですね。なんて読めへんかった。はい。さあ、医師になったつもりで問題を診断してください。あなたのターゲット読者は問題があることすら気づいていないかもしれません。その場合は彼らに問題を気づかせるのはあなたの仕事です。ウェブコピーライターやマーケッターは読者が問題があることに気づく前に強引に解決策をつけてきます。これをあなたが病気だと気づく前に医師が薬を処方するのに似ています。はい。はい。そうですね。これもアプレンティスでも、まあ、アプレンティスじゃなくても、社内レビューでもずっと話していることですけど、ちなみにアプレンティスっていうのはですね、セールスレターを書いてきてもらって、はい、寺本さんがレビューしてケチョンケチョンにするっていう、はい、プログラムですね。そうですね。はい、うん。そうですね。まあ、課題が出て、そのセールスレターを書いていって、まあ、僕がやってる、まあ、半年間のコースなんですけどですね。でそれでもいつも言ってることは、一番最初に問題を明確化してあげること、問題を深刻化してあげること、自分ごとにしてあげることですね。まず相手の話から話し始めないといけないから、相手があなたこういう問題を実は抱えてますよね、こういう商品をやることで実はそれはこういう問題なんですよっていうのをちゃんと、問題自身をちゃんと教えてあげないと、その後に商品っていうのはそれの解決策なので、まあ、これ書いてますけど、解決策なので、問題が深刻であればあるほど、問題が自分の手であればあるほど、その解決策が詳しくなる。そうですね。自分が問題抱えてるとなったらね、うん、解決しちゃうと普通思いますよね。普通思いますよね。だから、ね、お医者さんに行っていきなり、何も聞かれずに、はいっつって薬出される。みたいな感じに、その全てのほとんどのウェブコピーがそうなってますっていうふうに指摘されてるんです。処方する前にまず診断があるので、それを絶対忘れてはいけないのが、まずこの問題は何かっていうところですね。で、その下にあるんですけど、留意点はもう一つあります。読者が問題に気づいたら、あなたがその問題を熟知していることを読者に知ってもらわなければなりません。古いことわざでもこういうではありませんか。人というものは、あなたが真理に気遣ってくれることを実感するまでは、あなたにどれだけ知識があろうと気にかけないものだ。そうですね。もう読んでください。いやいや、大丈夫です。書いてある通りなんですけど。やっぱ、その特にセールスレターのこれ問題は何かっていうのは、やっぱセールスレターとかプロモーションの一番頭の部分に来るべきものですね。問題の教育っていうのは。で、問題の教育をすると同時に、なんていうか、共感を得ないといけないんですよ。この問題について、分かってるよっていうようなことですよね、こっちが。こっち側が。そうですね、分かってるよ。共感。なんて言ったらいいの？分かってるよという、もうちょっと分かりやすい言い方でいくと、この人分かってくれてるわ。なるほど。そうですね。ぴったりというか、自分にというか、そういう形ですよね。この人、私の問題のことをすごく分かってくれてる。で、これはね、結構僕の好きな7つの習慣でも出てくるんですけどね、コミュニケーションで、理解してから理解される。ありますね。原則の一つで。で、新しい役でいくとね、まず理解に徹し、それから理解される。なるほど。なんかそういうやつなんですけど、なんかコミュニケーションなんで一緒なんですよ、セールスライティング。そうですね。で、お客さんとか、この7つの習慣の対面にもそうなんですけど、お客さんとか相手から、相手がその自分の問題をバーって言うじゃないですか。その症状を言うじゃないですか。で、こっちが、実はこれこれ、あなたが抱えてる問題っていうのは、これこれこれこういうことですよかって聞いたら、そう、それが言いたかったっていう反応が相手から出るぐらい、では相手が、感じているよりも、もっと明確な形で、こっちがあなたの問題分かってますよっていうことを伝える。相手がいろいろ言ったけど、結局それが言いたかったみたいなっていうような反応が出れば、バッチリっていうことですね。バッチリですね。それは相手以上に相手のことを理解しているということです。それは、まず理解に徹する。理解してから理解されるのがあるわけで。で、この問い1問題何かっていうのを、ここの63ページなんだけど、あなたがそんな問題を熟知していることをどうやってもらわなきゃいけない線っていうのは、そういう意味ですよね。そうですね。問題を熟知ですよね。解決策のプロとかじゃなくて、あなたの問題、こういう問題ですよねっていうことを熟知しているっていうことですよね。問題をやっぱり明確に指摘できる人とかっていうのは、信頼できるわけですよね。そうですね。でもその問題をね、めちゃくちゃ熟知してて、解決とか俺全然知らんねんって人もいい日にはなって、なんとなく、そら知ってるやろっていう感じもしてきますしね。問題にだけ詳しいっていう。何から見たら、何から見たんですけど、その問題なんか、明確にその指摘してくれる人のことを権威だと思う。なるほど、人間はっていうことね。なるほど。こうですよね。それが痛かったってなると、じゃあ解決策を教えてくださいと思いますか。なりますね。そうすると、やっぱもう、なんていうかな、ポジションが売り手と買い手っていう感じの、買い手の方が偉いみたいなのあるじゃないですか。ありますね。そのお願い営業とか、よく言われるようなね、買ってくださいって。もうそれとは違うんですよね。よく言われるのが医者と患者みたいな。で、あなたは多分、今、そういう症状ですよね。弁当に取りました。がんです。はい。終わったらちょ待ってなるみたいな。むごいなみたいな感じですよね。お前病気やっていう。売ってくれへんのかなんぼやねんぐらいな。そういう形になってくるわけで。そうですね。相手の抱えてる問題は何なのかっていうのをちゃんと教育したい。でそれを相手以上にちゃんと表現したい。そこまでできると、あとはもう売るのは簡単ですよね。そうですね。もう、がんやみたいなこと言われたらね、直したいです。でも問題を抱えてるというふうになれば、基本的にはその何ですか、もうその問題どうでもええわって自分が思わへん限り解決はしたいですよね。そうですね。まあ、あんまりどうでもええわってならない問題抱えてるって分かってる。そこは、まあ、扱うテーマとかによると思うんですよ。ああ、そうですね。うん、自分がこのあんまり重要やと思っていることやったら、まあまあまあ。いいかってなるかもしれないと。コピーである程度その深刻化したりとか、マーケティングで教育して深刻化させるとかっていうのは、まあ、それこそやらないといけないことではありますけど、言うても、まあ、限度はありますよね。そうですものによって、うん、そうですね、命に関わるのか、うん、ただの、ね、なんかエンタメのかとは全然違うじゃないですか。ちょっと気の利いたジョーク言うとか言うのと死ぬのとは全然違いますよね。というので一つ目のポイントですね。はい、ここをちゃんと問題点は何かというのを熟知しているということをちゃんと伝える。そのためにはまあ問題点を、まあ、自分もちろん熟知しないといけないということですね。はい、では次がステップ2と問い2ですね。はい、読んでいきましょうかね。そうしましたら、はい、問い2、なぜその問題は解決されていないのか。医師になったつもりでその問題、または苦境や悩みの歴史を遡り、過去にうまくいかなかった改善策や解決策を調べます。設計図を作るための5つの問いに答えるうちに、あなたが持っている新しい解決策に対する読者の期待が見えてくるでしょう。そうね。でもね、結構深いというか、読んでもらえば分かる、まあ、字のごとくなんですけど、過去にうまくいかなかった改善策や解決策を調べますからです。はい、見込み客はその問題を、まあ、ずっと抱えてるわけですよね。そうですね。おそらく。ずっと抱えてて、例えば分かりやすいと売り上げが上がらんとかいう問題をずっと抱えてて、で解決しようとしてるわけですよ。もちろん。そうですね。でも、これで、まあ、ネット見ても、その、ラッシングとかテレビとか見ても、テレビとかやってないかもしれないですけど、書店に行っても、ネット見ても、これ解決でありますみたいな。ばっかりですよ。要請いっぱいありますね。で、売り上げを上げるっていうことに対する解決策、例えばコンサルでもいいし、なんかね、ビジネスコースでもいいんですけど、もし自分がね、売り手側でそういうのを言ってたとして、で要するにそれ買うとどうなのかっていうと、それ買うと売り上げ上がりますって話だから、また同じかみたいな感じになってくる。前買ってもあかんかったしっていうのが絶対あるわけです。そうですね。で、ベストな見込み客っていうのは、ベストな見込み客っていうのは、今までもずっと同じ問題を抱えていて、過去にそれ系の商品を買ったことがある人なんですよ。がベスト。ベストな見込み客です。その理由は、まあ、なんていうか、僕が言ってしまうのもあれです。その理由はちゃんと、止まってないってことで。どうやみたいな。ちょっとでも意外な感じはちょっとしますよね。なんで買ってダメやった人よりもなんかまっさらな人とかね、買ったことじゃない人の方がいいんじゃないかなっていうふうにはパッと直感的には思うんじゃないかなと思う。そうですね。まずそのシンプルにそういう購買体験があるからですよ。過去にそういうふうにしてるから、例えばそのインターネットで本を買うっていうことに対して過去にインターネットで本を買ったことがある人もいるのではないんですよ。買った経験があるってことですね。買った経験がある。で、まあ、その問題を持っている人って大概ずっとその問題をずっと抱えてるわけで、解消されずにずっと来てるわけですよ。はい、ダイエット産業なんでこんなことだと、ダイエット産業で売られてるものを買っても誰も痩せないからなくなりますよね、市場が。もしほんまにみんな痩せていったんで、すぐもう全員から売れなくなります。で、まあ例えばその問題もそうだし、興味関心とかもそうだと思うんですけど、そのジャンルにいる人っていうのは、そのジャンルのものをずっと買い続けるっていう習性があるわけですね。で、まあ、多分これ聞かれてる方も、自分の家でも会社でもいいんですけど、書棚見てもらったら、同じジャンルの本がいっぱい並んでるはずなんですよね。並んでますね。他人が見たらちょっと気持ち悪いかなって思いますよね、自分の本棚は。奥さんに見られたら、また同じの本買ってきたよって思うんですよ。前のやつ読んだんかみたいな。いや、これは前のやつは読んでないねんけど、これちょっとちゃうやつでっていうこう苦しい言い訳が始まるわけで、これはバイヤー、バイヤー。買う人は買う人、ずっと買う人、同じものを商品をずっと買い続ける、そのジャンルの人はずっと買い続けるっていう、そういうものですよ。そうですね、ダイレクトレスポンスマーケティングっていうのはそういうその原則にのっとってるわけだから、だからね、まあ、フロントエンドとかフロントエンドとか自分でいいですけど、同じようなジャンルを買う人っていうのは同じようなジャンルを買い続ける、そういうもの、ですよね。そうですね。うん、ので、過去に購買体験を買う人っていうのはベストなことになります。まあいうことです。そうですね。ただやっぱりその人も、いや、売り上げ上がります。あなたは売り上げ上がります。問題、売り上げ上がらないですよね。これが売り上げ上がる方法ですってことは誰も買わないから。いやそれを、ここで書いてあるのは、過去にうまくいかなかった改善策とか解決策を調べて、で、ここで書いてあるポイントは3度目あるんですけど、あなたが持っている新しい解決策に、新しい解決策っていうこの新しいポイントで。前やって失敗したやつとは違う新しいやつ、そう新しいプロセスなんだっていうことを言わないといけないんですけど、まあ、アプレンティスとかでこれコンセプトを含めて話をしているんですけども、はいそのまあ、新しい解決策方法が、まあ、コンセプトの言い方は何でもいいですけど、過去やってきたものと違うやり方、どっちをすればあなたの問題を解決するんだっていうことを教えてあげないといけないですよね。はい、あなたは今、ね、なんかダイエットとかやったらこう、食事制限して、運動をしてっていうふうにやったら、まあ、痩せるって言われた時は実はそれ違う、ある食べ物はほんまいっぱい取らなあかんしとか、ここをやってへんかったからダメなんです、まあ、この話全然そうですけど、まあ、例えばそういう違い、あなたが前やってたのはちょっとこうここがおかしかったからダメですよって、新しいのはその新しいやり方でやってダイエットプログラムが出ましたってところですっていうふうに言うと、ちょっとこうそうですね、前のやり方があかんかったなと思った人もちょっとおってことになる。そうですね。例えば骨盤の歪みの原因。ああ、別の原因をしてきたり、別のプロセスをしてきたりとか、あるいは、前のやつはあかんとかいうふうに否定する代わりに、こういう人にはあかんとか、こういうもしあなたがこういうタイプなんだったら、実はこれよりもこっちは良くてとかあるんですね。そういうふうに言うんだよ。まあそれはもちろん事実に基づいているんですけど、ということですね。だから、なんでしょう、例えば起業してうまく、このビデオでも喋ったりするんですけど、起業してうまくいかないとかっていうような人っていうのは、商品があれば売れると思う。はい、いい商品を作れば買ってみるとか、そうですね。紹介とかで買ってみるとか。だから起業しようとしている人の中で最大の関心事というか、も悩みっていうのは、自分は売るものがない。自分は何がで起業すればいいか分からないっていうふうに、商品からで、まあ、それが理由で、その、小川さんもそういうことですけど、資格だったんでしょう。そうですね。まあ、そんなに明確にね、商品がないとかいう感じじゃないですけど、やっぱりこう、売るもんはないなとは思いますよね。こう、何をしたらいいか分からん。でね、その法律関係、司法書士の資格を取って、やったっていうのもあるし、まあ、よく、僕らのなり得ているのは、治療系の人たちですよね。生活さんとか、生活さん。そういうふうにその技術を、施術の技術をまず売り物として、そうですね。っていうようなことを、その起業できない人っていうのは考える。起業できない人が起業するっていう考えになると、何やら起業しようかな、何を売ろうかなっていうふうに考える。まず最初の一歩目はそれかなみたいな、そういうイメージがこうありますよね。だから、巷にあるのもそういうような、ね、ソリューションばっかりだったりするんですけど、何々企業法を使いなさい。そうですね。何でしょう、アフィリエイト企業とか、ね、そういうのもいいんじゃないかなとありますね。でもそうじゃなくて、まあ、商品なんか世の中には日本だけでも何百万という会社があって、その会社が、ね、何十個何百個、ね、会社によって何千個って商品を売ってで、その会社が何で優れるかというと、理由は商品の売れないからですね。売れてたら儲かってますから。っていうようなことを言ってあげて、で、売る力とかが大事なんだっていう話をしてたりするんですけど、そのセールスプレゼンテーションとかで。この本を売ってるビデオ。そうそう、セールスレターみたいな。なんでセールスレターが必要かとか、この技術が必要かとかっていうのをやるにあたって、まあ、そういうのを喋ったりするわけですよね。だからそういうふうな新しい解決策、起業したい商品がないっていう人に対して、はい、これがあなたが探しているベストな商品です。で、出すんじゃなくて、はい、そうじゃないと。あなたのやりたい、起業したいっていうのは、実は自由な時間が欲しいとか、もっと大きなお金を稼ぎたいとかっていうことなんだとすると、商品をまず最初に手に入れるんじゃなくて、まず最初に売る力を身につけましょうっていうような新しいその解決策を提示していくっていう。そうですね。僕とかもね、結局、商社企業自分でやり始めたら、お客さん集めなあかんやんみたいなね。これまた別のやつ、またスキルマスターしなあかんやってなって、こう。生態師の方が結構チラシとかね、インターネットで集客しない、もうまた新しいことやらなあかんやんとか、そういう形で、ね、マーケティングについてされますので、はいね、結局はそこ、そうそう、だから、それは事実に基づけないといけないし、でまあ、ある種その価値観っていうところもあると思うんですよ。ああ、はいはいはい、はい、その自分が何やりたいとか、そういうことか、仕事として。なんていうの、売り手の価値観みたいなのも多少あると思うんですよ。情報の編集なんで、どういうふうに切るかじゃないですか。はいはい。その、売る力が一番大事だというふうに僕たちは思ってやってるし、実際そうやと思うし、そうそうですね。だからこういう、それも正直に言ったらいいと思うんですよ。で、もちろんこれは全ての人そういうわけじゃないし、それに賛成しないという人ももちろんいるから、だからこれはこういう人のための商品だとか、そういう人はこういうふうに考えた方がいいとか。はい。でそこも、まあ、全部そのセールスーパーは正直ベースなので、はい、押し付けると余計に予算するの、ね、反発というかね、そんなことないやろみたいなね、例外があるやろみたいな、そういう形にはなりますよね。まあ、いかにしてその読んでる人、まあ、ベタみたいな、ベタみたいな読んでる人に対してクエスチョンを与えるのか、そういうですね、今までの解決とは違う解決を出していく。新しく作ったのが当時ですね。寺本の簡約本ですね。ウェブセールスコピーの法則。その中にあるセールスコピーの設計図を作る5つのステップについては、続きは次回ご紹介させていただきます。またですね、ウェブセールスコピーのお申し込みの方は、therresponse.jp/wc で受け付けています。therresponse.jpwc ですね。therresponse.jp/wc で受け付けています。で今ですね、送料は必要になるんですけれども、無料お試しをやっていますので、ぜひご興味のある方はアクセスしてみてください。それではまた来週お楽しみに。さよなら。